すいません、お花枯れてるんですけど、今日女子力を上げようみたいな、ちょっとあとコスメで欲のままに、もう欲しい、あ気になる、え使いたいと思ったものを全部もうホイ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 、もういろいろカゴに入れて買ってきたので、目指せねめちゃモテ委員長ということで、今日はこれを紹介していきたいと思います。意外と結構これな、何でもかんでもドンキとかの時もそうやけど、これ持つの結構な筋トレになるの。これじゃあまずコスメからな。リピートしてるコスメをまずいろいろ買ってきて、まずこれですね、ルミアグラススキレースライナーってやつのがあって、ちょっと今回は違う色買ってみたんですけど、これすごい私あのアイメイクの時にいつも愛用してて、初心者でもすごい描きやすいというか、薄いのよすごいラインがね、間違えても間違えたように見えへんというか、そんな感じで使えるから、これめちゃめちゃお気に入りで今回リピしました。で次これアンドビーのファンシーラーなんですけど、なんかねどっか行っちゃったの、めっちゃ愛用したのに。これ私ね使い方間違えて、あのみんなに教えてもらって、クマ隠したかったらさ、まずこっち使った方がいいなと思うやんか。でもこっちを使ったらほんまにクマがすごいなくなるんですよ。それ教えてもらってコメントなんで、そっからめちゃめちゃ愛用してたけどどっか行っちゃったっていうね。リップをいっぱい買ったんですけど、気づいたら全部一緒やんみたいな。リカフロッシュいろいろ何色か色持ってるんですけど、今落ち着いた感じの大人なメイクがしたい気分でもあるから、どんな色になるんやろ。わっめちゃめちゃしょぼいよな。えめっちゃなんかあれやな、超ブラウンやな。今まで使ったやつで良かったなって思うやつの色違いをめっちゃ買ってんねんな。セザンヌのこのねちょっと水っぽい感じのティントやねんけど、これもめちゃめちゃいいねんな。これもまた似たような色買ってんじゃんな。おいおい似たような色買ってんな。私の大好きなケイトですね。はい、続いてこちらですね。はい、まあまあまあ、あのオレンジブラウンって感じ。これ一番なんかこうヌーディーな感じに仕上がりそうですね。もう一つはこれもな、違うピンクの色を持ってていいなと思ったんやけど、ペンシルですね。私は唇が太いからこれ系をね口全部に塗っちゃったらすごい口が腫れぽったく見えます。これ一番肌に近い色ですかね。だからこれをちょっとこうここら辺に塗って、なんていうんだっけ、あのあれグラデーションリップっていうんですか、唇のリップもこういろいろこだわって塗ってる女ですよ。で口元からこうで次こちらですね、 YouTube っていうのかな、私の好きな AAA のね宇野ちゃんのやってるところのブランドのコスメで、こういうここら辺に塗るやつ欲しいなと思ったので、こういうキラキラのこういうのを買ってみました。ちょっと目に塗ったら変わるかな。ごめんまたど深夜に撮ってるから、また肌汚いな。こんないいレビューができるわけないな。とりあえず塗っとこう。あんま普段ラメラメ使わねえけど、特別な日になんかここら辺なラメラメ感をつけておこうと思いまして、薄い感じのやつにしたからいい感じにツヤってんの。これ当たりかも。やっぱうのちゃんやん。スキューズミーミゼルエディカルマカールアップマスカーってやつらしいんですけど、このまつげパーマ級って書いてるから、うんじゃ使ってみるわみたいな。いつもキャンメイクのクイックラッシュカーラーばっか、もう私はもうあれにしか尽きないっていうぐらい、もうほんまにあれから他のマスカラを使ってないんですけど、今さメイクしてんねんけどさ、なんか形変わってない？端が細くて根元太くて、なんかちゃんと作られてる感あるよな。こういう根元があったからいい感じに塗れるよっていうの、こうやって1本ずつ塗れますよっていうことね。すげえ、なんか塗りやすくてめちゃめちゃいいけど、強いバサって感じになれへんから、私結構バサって1本ずつなんか強い感じのまつげが好きやね。自然ナチュラル感を出せてこれめっちゃいいけど、私はバサってしたい気分やから、ってなったらキャンメイクのクイックラッシュカーラーの方がお手頃やし、コーム上でダマつかんし、そっちの方が好きかなって感じやな。あでも化粧道具はこれぐらいかな。あれ案外これぐらいなんか。あとはねなんかね変わってんなと思って、レブロンのキスシュガースクラブ、なんかスクラブ入りのリップバームらしい。スクラブって書いたら結構なんか、あ良さそうなんかなと思うへん、角質とか書いたら。あとバーム、あーいいとこついてんなレブロンさん。これ私ママとやってしまったよ。これさ今使ってんねんけど、なんかほんまにねこのここがスクラブみたいな感じ の、 あのザクザクした感じちょっとある。痛いとかじゃなくて、そりゃそうやんな、そんな痛いやつ作るわけないやんな。なんか寝る前につけたらすごい良さそう。これなんかちょっと塗っただけでベタ保湿みたいな感じある、伸びるって感じより。男の人のこうやってリップ塗るとこめっちゃ好きやねんな。あとはこちらですね、人気ですよとかあったんですけど、資生堂スポーツカバーファウンデーションってやつ、部分用って。これは私は膝をねいっぱい怪我してるんですよ。だからいつも外出る時とかに安いコンシーラーとか買ってこことかに塗っててんけど、普通にそろそろなんか違うの欲しいなと思ったから、まず普通にここはなんか段差があるとこで段差ないと思って普通に歩いたら、もう足ぐねって膝すりむいて、2月にこけたのに一生治らん傷跡。あとここは私学生時代ほんまにポンコツでやらかしたんで膝の靭帯切ってるんですよ。待って待って色完全に間違えたな。次
私結構匂い物好きなんですけど、これね、イチジクの匂いのやつ、シンピュアとマインドフルフレグランスオールドパフォームフィグ&フック、フィグリーフってやつなんですけど、ボトルってなんやかんやあって、もうまあ使わんやん、まあ、置いたら可愛いけど、じゃあペンぐらいの大きさでいいやと思って。なんか匂いってしかもさ、そのさ、買うときこの匂いすごいいい匂いと思って、もう買っていざ私生活で使ってみたら、なんかちょっと自分の思った匂いと違うみたいな、結構私はあるんですよ。だからお試しサイズぐらいでいいかなと思って。あ、いい匂い。私今ねすごいね、あのハマってる香水ありまして、これ友達のタンパイ買った時にディオールのお姉さんにいただいたやつなんですけど、新しい匂いのやつなんて、シャドールパルファンドオードゥってやつの匂いがめっちゃいい匂いで、上品やなって感じの匂いがすごいするから、濃い柔軟剤の匂いかな、すごい気に入ってるんですけど、これいい匂いやな。あ、でもどうやろう、ちょっとこうあったかいとことか、バス乗ってる時とか、なんかその揺れてるあったかいとこでこれに寄ってきたらどうか分からへんけど、ちょっとこれ私生活で試したいと思います。次ですね、お肌系。まずこちら、何個使ってるか分からへんってぐらいの VT のね、デイリーマスクですね。特別感なく、なんかでも肌に潤い欲しい時にあっさりつけるから、めっちゃお気に入りでよく使ってますね。次がこれ、なんかファーストエイジングケア、なんか見てすごい水のさ、プルプルした感じでさ、こうみずみずしいなと思ってただこのみずみずしそうなクリームが、なんか使ってみたいって思って、いや、イチジクいい匂いわ。あとはですね、ヘア系をいっぱい買ってんけど、これですね、なんかよく聞くよな、これてか、なんか友達の家で使わせてもらって、これめっちゃいい匂いってなってんな、保湿感めっちゃあるなって。カンダルって言うんだっけ、あ、クンダルね、これ有名やんな多分、なんかよく見るような最近な。でヘアトリートメントね、私ねずっとモレモとフィノを使ったんですけど、両方消えちゃったからおソロにしてみました。でもヘアトリートメントで賞味、なんかどっちが何が変わるかとかあんま分からへん、自分モレモもフィノもなんか目の前についたものとりあえずいつも使ってたやっぱ髪の毛のツヤって大事やんか。後ろ髪ってめっちゃ見られるやん、後ろ髪とかこの髪の毛のサラサラ度、ツヤ度、後ろ髪がすごい BGM 目指す。まずだいぶ髪の毛いってないから、ちょっと今汚いけど、あれ、あの子後ろ髪めっちゃ綺麗、どんな顔してるんやろーみたいな感じじゃなくて、待って、顔も可愛いやんってなるのを目指します。あとヘア系といえば、テンパ出身なんでアホ毛がすごい出ます。雨の日はやばいです。まとめ髪スティックスを買って、であの汗皮脂吸収サラサラパウダー&ビーのやつやんて、頭皮全身用パウダーってベビーパウダーみたいな感じなのかな、まあ、めっちゃ調べて使い方見たんですけど、これなんか全部にいいらしい。あの汗めっちゃかいてきたなっていう時にこうやってここら辺にも使えるし、汗かきがほんまにやばいから、冬とかでも電子乗ったのもすぐ汗かくから、髪の毛結構ここら辺ベターンってなりやすいから、こういうところにこうやって塗っとけばふんわりが復活するみたいなのを書いてましたね。これも検証しようと思います。素敵やな、すげえ。で、はい、SNS で話題とか書いておけば、まあまあと、あ、そうなんだと思って、はい、目に入ります。はい、時短とかもね。で、あと、マシュマロみたいなとか書いたりとか、あと、吸水がすごいいいとか書いたら、もう、ああ、もうすごいいいもんなんだよと思って、見事に買いましたね。触ってすごい良さそうやってんな。めっちゃ柔らかい。普通にこう、お肌にこうやってしたくなるもん。もはやこれ、ブランケットにして寝たいっていうぐらい。お冬とかにこう、こうしてこう、温まりたいぐらい。めっちゃ毛布みたい。楽しみ。目指せ、あの子ツヤツヤみたいなの目指せ。あとはボディ系ですね、ボディ系。ボディスクラブ買ってみました。そういうことが来る日のために肌すべすべやなーって思われたいので、あ、買ってみました。ハンドラケアボディスクラブってやつ。あとこれ見て、あのこれもほんまに。いつそういうタイミング来るんって感じやけど、念には念を、まあ備えとこうということで、洗うたびお尻がもっと好きになるやって。続いてですね、塗るナイトブラやって、ナイトアップジェル、ほんまかいなと思えへんね。バスト系のそういうのってどうなんかな、わからへんけど、気になるっていう点では買ってみようかなと思って。針を与えて潤いキープされるらしいですね。へぇ、じゃあもういざという時のためにまあ買っとくかと思って。最後ですね、ボディ系のそのミストとクリーム買いました。カントリーストリーム薬用グリーンボディローション。私ほんまにサラサラ気が好きなんで、今日はだる、そんな何もしたくないっていう日、とりあえずでも塗っとけお前で自分に言い聞かせるために、こういうスプレーやったら振るから自分と思って買いました。そしてこれはめっちゃ減っててんな、この在庫の数が、売り行きが良さそうな在庫の数、これだけすごいボディクリームのところで減ってたから、エチ冬腰冬クリームか匂いもなんかすごい良さそう、おしゃれ系ではないけどなんかちゃんと良さそうなやつなんやなみたいな見た目してるの。蜂蜜とかもすごい弱いです、ほんまにちょろい客やで、恋愛もちょろいし、なんか買うのもちょろいし、もう全部ちょろい、もう何でももう買いって言うのね、イエスマンやんなマジね、え、来るもの拒まずみたいな感じになってるの。今日から楽しみ、早速今からお風呂入ってくるからこれ使おうと思います、楽しみ。マジでな、ほんま
にほんまにもうほんまに可愛くなってやるって感じ。もう人生で一番思ってるかも。もう絶対可愛くなってもう絶対痩せてやんねんってもうほんまに今思ってるね。頑張るやマジ、みんな一緒に頑張るやなあ、頑張ろう。私はみんな可愛くなろうと思う、努力してるとこでもうマジでもう尊い、可愛いね。今までも可愛くなりたいって思ったけどもうさらにもううわーって感じ。ということで今日も動画を見てくれてありがとうございました。バイバイ。ほんまにマジ可愛くなったろな。イエイ、えい、え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 い。